はい、役員報酬最適化を活用したシニアの経営者の方の年金復活プランなんですけれども、対象となる方といいますのはね、これはオーナー社長様ですね。中小企業等のオーナー社長様が一番しっくりくるということですね。あとは社長様でなくても、例えば社長様の配偶者様とか、親子関係にある方ですね、親族の方で取締役等に、ね、なってらっしゃるような方ですとね、対象になり得ます。あとは、対象にならない方の方を考えてみますと、理屈的にはですね、対象にすることは可能でも、難しいというケースではですね、非同族の役員様などについては難しい場合もあると思います。あとは使用人兼務役員というのは、これは役員としての立場と使用人の立場がありますもので、一般的には難しいですね。対象にならないというふうに考えてもらった方がいいです。あとは従業員さんはね、もちろん役員さんではありませんから、役員さん向けの、年金復活プランというのは対象になりません。時々ね、社内で役員というふうな呼び方をされているので、対象になりませんかというようなことをね、言われるケースがありますけれども、これは対象になりません。総務部長さんとかね、総務課長さんとか、執行役員さんとかですね、法人税法上の役員さんでない方はですね、これは役員報酬最適化を活用した年金復活プラン対象にはなりません。あとはそうですね、社長様でもですね、特に大会社などにあると思うんですけども、いわゆるサラリーマン社長さんですよね。ご自分でこの役員報酬の支払い方を変更することができない、そういう社長様は難しいと思います。そういう意味では株主がたくさんいらっしゃってですね、その役員報酬支払い方の変更の決意がね、難しいような会社も対象にはしづらいと思います。